今日は2018年10月15日ですね。ちょっと予期せず雨が降ってきちゃったんで、ちょっと位置をずれて雨からのことにスピーカーを置いてますけども、20ページカール、オクトーバーナイト、マルで、トークロック37ミニッツ。今日の朝日新聞は、パレスチナとイスラエルがまた戦争をやって、900人以上死にました。まあ、今回、一人でイスラエル人でパレスチナ、まあ、ハマス。そうだったもんだね。ゼール総理。もう世界中がね、おバカ状態だよね。All over the world is stupid mode。なんでこんなに人が殺し合わなきゃいけないんですか。Why such people?have to kill each other。 ロシアとウクライナの戦争だってね、始めなきゃいけない理由がないのね。 There is a no reason between the Russia and the Palestine、Ukraine also。 There is a no reason people have to kill each other。 このパレスチナ問題もね、仲良くそれはいいだけの話ですよ。パレスチナプログラムオールフェル、ジャスト。ゲットアローン、イチアダ。Why they don't, they can't? Why they are so stupid? まあ、何かわしいよね。人が仲良くできない。もう世界中でいじめが横行してる。A lot of harassment all over the world.規制が行われてても無視で行くのは自分ではアンフェア。なんか何ですよ、例外にそうや。ジャニーズ問題もそうだよね。ジャニーズプロバルもオールソーで行くのはだ、アンジャスティス。メディアも当事者も司法裁もね、自分な金融システムオールソーいるのは、メディアオールソーいるのは、ということです。夏になると、みんなは戦争反対を叫ぶ。でも、本当に戦争が起こるとき何人が叫べるだろうか。夏になるとメーデーで労働者の団結叫ぶ。あなたの職場には差別されてる人がいませんか。あの暮らしの小さな出来事に筋を通して生きていますか。ただこの日さえ消せない人たちに火事が消せるとは思えない、ということです。